酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば、修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば、弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人、小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。わしらはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて、共に狙うはただ一人、九郎どなり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため、手先である五人の菅笠衆をお打ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。ジン、こっちだ。来い。雅子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら、犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ、口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。
大村はウムギへ向かうと聞いたが、いつかはわからん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組みしておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。恩知らずの弟めうぬぼれて汚る仕事を手伝おうとせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。足が水浸しだ。まったくひどい道だな。ほっ。せっ。兵衛は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。自慢の子だろ。当然だよな、吉平。お前は何も分かっちゃないんだ。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。雅子殿を探そう。侍どもが死んでふざけだしに。死ん。
ち、こっちだ。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じた者かもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りるって。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよう。どこへ行く。追いましょう。かがめ、やつらに見つかる。政子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。一人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐って侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいさ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おのれ、私の獲物を。罪があると聞きました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。罪だ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小者がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。
一族を殺した犯人の一人はクバラにおる。檻を見て来てくれ。戦の備えはできてる。腹いっぱい食ったのはいつのことだったかね。何かがいつもと違う気がする。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。ふん、硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。守備は。
お伝えします。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下文の使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。酔い闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず野党にも気をつけよ。来い。ないことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合ったいきさつは。ご近世の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得がたいからな。もうこの囲みは熱い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとはよかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。この身の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の取りで侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いて行くぞ。よいな酒井。猛虎は手強い敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。参りましょう、叔父上。王の者から狙え。
大人たちさばき、よくやった。そやつで最後だ。行くぞ、門へ進む。よう調子めてしょ。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。急にどうした武士の境、続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。武将、出しゃ。出しゃ。だいぶ腕を上げたな。あ
足を止めるな。切り捨てて進め。消えた甲斐があったわ。見上げた上達も良くないから。ご用心を。出しろ出しろ出しろ。まだ入り江と何があった。猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。続けろ。そのまま距離を取らせる。来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。今、進むのだ。
船が来る。ゴロ、耐えてくれ。よくやった。ゲブミを頼んだぞ。やりました。さすがだ、ジン。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。お叔父への教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの、成長したな。あのゲブミには上心もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。お叔父、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていく。ユナに会い、大見村で鎧を得ます。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。また日が暮れてきましたな。足を鍛えて差し上げましょうか。この前、あの大柄な僧兵が釣り鐘を見て感心して。どうぞ見ていってくださいよ。
役に立ちますよ。助かった。あなたのご武運を願ってますよ。刀鍛冶をお探しですか？賢治、何をしておる？酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっきる気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ？酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました？人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか？もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。俗に返す金は持ってきたのか？もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。走れ、ノブ。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか？嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ？3度。どうやってその肉屋と知り合った？以前島峰太郎に借りがありまして、ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで安酒を高く売りつけて太郎に無事金を返したんです。肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。二度目はとっちめられちまいましたけど。血まみれとやらはどうなった？それが、奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら、血まみれをやっちまったんです。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。顧みるべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。では、もしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。守らねば。このままだと見つかるか。こんな偏僻なところに。ここなら俺が丸腰だとよくわかる。ご冗談疑うもんですか。金はどうした？もちろんここに。まったく、どうした？足にもさっぱりだな。まあ気にすることはない。金は俺の使い分けでもないから。欲しいもんでも
仕入れましょう。アザゴーラに行ったことはあるだろう。それはもう飽きないぞ。ええ、でアザモノでの漁師と知り合って、エンジを殺すにしては数が多すぎるな。一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんてデカダメですよ。分かってる。だが一つ気になってな、クロードが現れる前、村に秋人が来て農夫に酒を振る舞っていたそうだ。こいつを殺せ、白男だ。助けて。死んじゃう。猛虎までおるぞ。おい、うどくくちゃ張った。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千亡きことに命を閉すのだ。千内なんて、全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。お前は名馬だ。
よし。邪魔が道路だ。槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった。猛虎の百虎長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは一っていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか。いや、何年も無沙汰さ。